演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートで買ってきた缶2種類を食べたいと思います。今回も美味しそうなのが入ってありました。特に気になっているのはこちらの染み込むだけ、染みる、いやもうちゃんと覚えたけどね、染みとろプリンケーキ、フレンチトースト、確かにフレンチトーストのラインってプリンと似てる感じがしました。でもこちらのフルーツオムレットも似合いますね。まあ楽しみは後で取ってということで、まずはこちらのフルーツオムレットから食べていきたいと思います。おー、結構ずっしりしてるんですよね。これで果物はいっぱい、クレープ生地、このたっぷりの果物とともにクレープ生地を堪能してほしいということなんでしょうね。ではいただきます。では続きまして、お楽しみのシミトロプリンケーキいただきます。ケーキっていう感じとはちょっと違うような気もしますが、どうなんだろう。うん、はい、中はこんな風になってます。ではいただきます。最初に食べたこのフルーツオムレットは、フルーツの量に反してちょっと酸味が少ないかなっていう気がしましたね。中のカスタードクリームやふんわりとしたクレープ生地は美味しかったんですが、もうちょっとフルーツの酸味を感じたかったなという部分があったのは残念な部分でありましたので、もうちょっとフルーツを増やしてほしいな、もちろん酸味の部分ですよ、量という部分にはおという意味を込めてこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのシミトロクリームケーキ、こちらは割とプリンの印象は、まあ、以前販売されたイタリアンプリンに近いちょっと固めの印象なのですが、濃いで、どちらかというと甘さ控えめのカスタード濃いめで、ちょっと思っていたのと違ったかなと思って、ただカラメルの苦みが控えめすぎて、もうちょっと甘さが欲しいなっていう部分がありました。なんか振れ幅が少ないというで、フレンチトースト風でございます。ちょっと生地とかも入っているんですけど、それもちょっと染み込みすぎてふわにゃっとしてる感がありましたね。思っていたほどではなかったかなということで、ちょっとこちらの点数とさせていただきます。プリンが好きな方におすすめはできますが、今回はどちらも期待していたほどではという風になってしまいましたね。まあ期待する自分のハードルが高すぎたのもあるのかもしれませんが、プリンケーキの方は特にもう一歩惜しい部分がありましたので、今後の改良に期待したいです。まあ、ていうか結局期待してんじゃねえかよって話です。それではサングラス、黒髪色は理想かな。サングラスの黒色は髪の黒色と憧れでもありますね。白くなりたくない。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。